今日はですね、韓国の、ウルルン島と呼ぶんですね、私は竹島はよく聞いてたんですけど、はい、ウルルン島ってこんな、なんか響きはすごく可愛いらしい島なんですけど、大変なこと騒ぎになっています。はい、これは、自民党の3人の議員がですね、ウルルン島へ視察へ行こうとした、はい、それを韓国側が拒否したという流れなんですが、新党さん、てか稲田さん、新党吉高議員、まあ、稲田さん女性ですね、はいはい、で佐藤正久議員は元自衛隊の方ですね、うん、はい、はい、で田原さん、これは、韓国政府が、入国を拒否した、はい、拒否したんですね。ですからもう空港だけに9時間ぐらいいて、もうトンボ帰りに、うん、という空港の中に入れなかった、中にも入れないという、はい、でね、まあ、これでね、騒ぎになった。昨日のテレビなんか見てますとね、なんか3人の写真をなんかあの上りがありまして、やいたりね、まあ、産経新聞なんかを載せていますね、めちゃくちゃにあの踏みに行ったりやってるね、はい、うん、でそういう事件があった、うん、今日8月2日なんですが、はい、8月2日の新聞見るとね、なんかどの新聞もね、扱いづらそうに書いてるね、うん、でそのこの3人があのウルルン島へ行くと言ったことがね、余計なことだと。なんかね、もっと男の大人の振る舞いはできないかも。朝日なんかはですね、はい、自制すべきだですとか、うん、なんかこう刺激し合うことは避けるべきというようなことが社説にありました、うん、でもね、ではその韓国はね、このところ刺激ばっかりしてるわけだ。あ、ちょっとね、ここに、はい、こういうのは一番産経よく書いてるんで、産経新聞読みますね。例えば韓国政府は竹島領海内の海洋科学基地計画を打ち出し、ヘリポート改修拡張工事、竹島のね、はい、など竹島の実行支配を着々と強化で、韓国の閣僚や国会議員が竹島へ次々に訪問していると。で、しかも韓国国会は12日のこれ独党というんですね、韓国は、要するに竹島です。竹島のことを独党というんですね、はい、この独党、はい、委員会を竹島で開催すると、国会をやってるんですよ。これ竹島っていうのはね、韓国の領土じゃないんですよ。日本は日本の領土だと言ってるんですよ。そこで国会までやると。で、しかも、6月の16日には大韓航空が成田人船艦の新型機導入を記念して竹島上空で旋回したと。こういう、うん、あちらは刺激もしまくり、刺激じゃなくて、こんなのは大デモンストレーションですよ、うん、日本に対して。これでもこれでもかと、ね、でこういう時に日本の新聞は黙ってるわけだ。それで3人がその運動へ行くと言うとね、刺激し合うと、もっと大人の振る舞いはできないかと、うん、じゃあ逆に期待ね、新聞に大人の振る舞いって何するんだと。黙ってるっていうことなのか。そう、要するにごまかせっていうことでしょ、うん、何もするなと。あのちょっと位置関係をすいませんおさらいすると、はいはい、竹島があって、うん、その隣にウルルン島があって、 そこに竹島の資料館などもあるということなんですよね、はい、それを見に行こうとした、うんうん、で竹島行こうとした。全然問題ないと思うんですけどね、うん、まあ、いや、あの問題ないと思う、うん、第一ね、島根県が、竹島は島根県のものだと言った時に韓国が怒った。冗談じゃないよ。で韓国の人たちがその島根県の県議会を見に行きたいと、はい、入ってんですよちゃんと。あ、島根県の県議会を見に来ているんですか。で入ってんですよ。で日本はつまりそういう人たちを入れてんのに、韓国は入国拒否、入国さえももうダメということで。だからね、これをね、なんで日本の新聞はここまでね、遠慮っぽくね、で大人の振る舞いしろとかね、うん、なんだろうこれ、どう思う。うん、こうなると産経 の書き方って分かりやすい、一番分かりやすいの、すっきりしているというか、うんうん、毎日新聞なんでこれでね、うん、韓国と日本の関係は悪くなんじゃないかとか言ってね、あと意外に読売が扱いが小さいのは意外だったんですけど、みんな遠慮してる、遠慮してるのか、うん、はい、なんと言ってほしくないと、うん、なんで余計な3人が意見あってどうしようもないって感じがあるのよ。あ、そうか、余計なことって余計なことって感じなんですね、うん、だけどそんなと、はい、ね、だからね、そのこの場合のね、つまり日本はすぐ大人の振る舞いというと、うん、大人の振る舞いっていうのはね、結局何もしないことなんですよ、うん、
でね、僕は大人の振る舞いだから、実は今日言いたいのはこのことじゃないの。例えばこの間、海江田万里って知ってる？はい、経済産業大臣です。うん、これが自民党から国会で質問された。あんた辞める辞めって言いながら辞めないじゃないかと。菅さんと同じじゃないかと。で、あんたこんなに辞めないとね、価値下がるぜと。信用なくなっちゃうぜと。言われて、いや、価値が落ちてもしょうがないんですって泣いちゃったの。泣いてました。なんで泣いたの？なんで泣いたと思う？いや、私もう本当は辞めたいのにかなと思います。全然違うぞと。違うんです。菅の野郎はね、辞、はい、めたくないんだと。俺は辞めたいんだと。だけど、この原発の問題とか、それからこの復興の問題とかあるから、今辞めるに辞められないんだと、分かってくれないかということよりも、もっと大きくなる。よりも、はい、はい。本当は、この間、実は、あの、海田万里が、ね、この、佐賀行って、佐賀の県知事、ね、はい、あるいは、あの、玄海のある町の、ね、町長さん、町長、はい。つまり政府が責任持つから、今止まってるんですよ、あそこはね、政府が責任持つから再稼働をさせていいと言った。海田さんがもう交渉して決まったんですね。そう、決まったの、再稼働が、はい、で、帰ってきてしばらく経ったら、ね、いきなり菅さんが、テストやると。ストレステスト。ストレステストやる、ね、はい、ストレステストやるってことは動かしちゃダメだってこと。それが終わるまでは、はい、ということですね。それで、あの、国会ので自民党の議員が、あんたストレステストやると動かすなって言うんだけど、海江田さんが三市に佐賀行ったのか、ね、知ってんだろうと。なんと知らないと言った。で、そんなことはない。で、この時から海江田はもう頭にきてるわけで、これでやめると言ったんだからね。もう切られたようなものです。そうです、ね、なんか海江田万里としてはやめたいと。だけど俺だけ辞めてね、あっちが残んじゃどうしようもないと。差し違えをしたいと。差し違えってわかる？こうですね。そう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 。はい、で、ところがどうも海田万里は辞めるという噂が立ったら、菅さんの方は、次は長妻だっていう名前出てるのね。平気で海田辞めてくれよと。次は長妻だと。自分は辞める気は全くない。そこで、これは悔し涙ですよ、海田万里は。はい、俺は辞めたって、あの野郎はね、そのまま居残ってると。で、そこで僕はね、さっきの大人の振る舞いっていうのは、民主党はけしからんっていうの。これはね、海田万里が辞めるときに、海田万里だけじゃなくて、ね、枝野官房長官、岡田幹事長、それからほら、国対委員長、安住さん、うん、はい、これ全部辞めろと。仙石義人も辞めろと。これだけ一緒に辞めたらね、菅さん辞めたらいないでしょ。これで残ったらね、もうこんなやつはどうしようもないって話になる。で、だから、官房長官、官長、それから、あの、経済産業大臣、それから、あの、官房副長官、国対委員長、やめろ。主な閣僚と、はい、役職の方が何人かに言ってんの方が、自分たちに、やめろと。で、まあ、一番問題はね、とにかく枝野官房長官、これやめたらね、やめざるを得ない。で、まあ、とにかくね、で、そしたらね、またこれがね、ある人に言ったら、アウトで書いたの、僕は、やめろと。ええ。そしたらね、はい、タラさんが子供っぽいと。もっとね、大人の振る舞いってある。大人の振る舞い。やめるなんてのはね、大人の振る舞いじゃない。じゃあ大人ってなんだ、何もしないこと、うん。で、さらに、自民党の石破茂っていう男が、はい、ね、その、一つの国会で、不信任案を二度やってもいいって言ってるわけ。はい、ね、言ったよね。可能だと言ってますよね。うん、で、はい、そのね、じゃあ自民党はね、不信任案もう一回出すかと。で、僕は自民党の幹部に何か聞いたら、それやっぱりね、二度やるのは大人げないですよと。あの、すいません、田原さん、それ、あの、別に法律で決まってるわけじゃなく、慣例なんですか、うん、その二度出さないっていうのは。一応、うん、なってるの。一応なってる。うん、はい、で、大人げないと。みんなで、ね、大人げない。つまり、枝野さんたちが辞めるのも大人げない。で、あの、ね、要するに不信任案に出すのも大人げない。じゃあ今そういう方たち、うん、今の民主党は大人げあると、何にもしないのも大人げあるんだ、ね、うん、何やってんだと、うん、